フランスのシターロ・歴代のシターロ・シターロは、ダイムラグループのエボバスが製造し、メルセデスベンツブランドで販売する大型路線バスである。ノンステップ構造を標準で採用し、1997年のシュトットガルト優位トップで O405、O405N、O405N2 の後継モデルとして登場、2019年12月までに5万5000台以上が生産された。 製造工場は、ドイツマンハイム、フランスリニーアンバロア、スペインサマーの。2006年には、初代のデザインを改良した、マイナーチェンジモデルが発売され、2011年には2代目に、当たる C2 が発売された、シターロ S10 での採用例、シターロ G パーダーボルンでの採用例、キャパシティシターロ L インゴルシュタットでの採用例3種類が、設定されており、いずれも、 水平型磁記録、欧州の排出ガス規制ユーロ3対応。ユーロ4対応バージョンは、尿素、SCR を採用する。2005年からは、ユーロ5規制にも対応している。AT は、ZFE コマット、ホイトが設定される。シターロ燃料電池バス欧州社発の燃料、電池バスとして2002年に開発され、2006年まで製造された。 2007年末、現在36台が営業実証運行に供された。後継モデルは後日の燃料電池ハイブリッドバスである。2003年からキュートプロジェクト及びエクトスプロジェクト参加車両として実証運行が行われており、その後欧州以外の地域でも実証運行が行われている。2007年末現在運行されている都市は下記の通り、 シターロ BZ1 ハノーバーメッセ2012での展示車前日の燃料電池バスの後継モデルとして2009年11月にハンブルクでプロトタイプを発表され2011年に第1号車が納車された E シターロハイデルベルクでの採用例2018年9月にハノーバーでのモーターショーで発表され同秋から発売された電気バスこれまでのシターロとは フロントデザインが異なることが特徴で、243kWh のバッテリー容量で、88人の乗車が可能とし、充電は車両に搭載されているパンタグラフもしくは電気プラグにつないで行う。発売当初は12メートルの標準モデルのみだったが、あと28メートルの連接バスも追加された。下路 g 日本仕様を530。 神奈川中央交通日本国内においては2007年12月に神奈川中央交通が下路地を4台導入したのが初導入例で導入に至った経緯は神奈川県藤沢市で当時導入されていた輸入車の連接バスネオプランセントロライナーが日本向け車両の供給を中止していたことから改めて車種選定を行うことになり神奈中自身の子会社を通して 強固な関係にある三菱不装トラックバスに対して日本での連接バス製造の可能性について打診したが三菱不装は日本での製造は困難と回答し代わりにダイムラーグループのエボバスが製造するシターロの導入支援を行うことになり2008年2月4日より厚木市内の路線で運行を開始した導入に際して右ハンドルのイギリス使用者をベースとした 連接バス車両が日本に輸入されているが、それまでに日本に輸入されたバス車両と異なり、欧州仕様の車両がほぼそのまま導入されている。例えば、日本の道路運送車両法による道路運送車両の保安基準第26条の規定においては、定員30人以上のバス車両には、非常口を設置しなければならないこととされているが、本形式では、 非常口は設置されておらず、代わりに窓ガラスを割るためのハンマーが設置されている。輸入に際して国土交通省で安全性の確認を行った結果、非常口と同等以上の安全性が確保されていると判断されたため、本車両では非常口の設置に関する基準については適用除外とされている。また、車体幅も 欧州の規格である 2550mm のままでの導入となった。車体幅 2550mm の車体が特認を受けたことについては、バス指揮者からも非常に意義深いことと評されている。一方で、寒冷地であるイギリスと異なり、日本の高温多湿な環境に対応する必要から、アフリカ向け車両などに使用される熱帯仕様の冷房装置を装備するなど、 日本での使用に合わせた対処も行われている。京成バスのシターロジー2010年には、これまで使用していた既存の連接バス車両の置き換えのために、京成バスでもシターロジーを10台導入、2010年度中に合計15台まで増備された。神奈川中央交通町田営業所のシターロジー、銀色の帯が特徴。2012年には、東京都発の連接路線バスとして、 神奈川中央交通が町田市内で4台の運行を開始したが、この導入に際しての警視庁との協議で、夜間での視認性向上など安全性がより高まる、要、側面窓枠下側に銀色の帯を設置するなどの対策をとっており、他の下アロシリーズにはない外観上のアクセントとなっている。関東地方以外は2011年3月に中部地区で初めて、 岐阜乗リアイ自動車が2台導入し、関西地区では2013年4月より、新規バスが2台導入するなど、各地で導入する動きが広がる。西日本鉄道の新型下 ROG2016 年10月には、日本国内向け右ハンドルの下 ROG 新型モデルを発売することが発表され、南海バス、西鉄グループ、新規バス、神奈川中央交通グループには、 この新型モデルが投入された。2021年4月時点で神奈川中央交通グループは日本国内においてシュターロ G の保有台数が最も多いバス事業者である。この新モデル発売以降シュターロを増備する事業者がある一方で2020年度には京成バスの保有車両1台が故障によって運用離脱となり2021年3月には国産の日の ブルーリボンハイブリッド連接バスを導入し、廃車分の置き換えを行った。2021年4月現在、以下の事業者に導入されている。日本国内に初輸入された2007年12月以降の数値を記す。ありがとうございます。